よし。はい、皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。今日この動画を撮ってるのは11月の1日なんですけども、毎月恒例の今月のものとことということで、僕が先月10月に買ってよかったものと、10月にハマってたこととかね、10月の出来事なんかを緩く振り返るコーナーでございます。結構ね、この毎月の買ってよかったものと楽しかったことを紹介するコーナーね、意外と視聴者の方に人気で、あれ楽しみにしてますとか、友達とかからもね、あれ見てるよっていう風に言ってくれてて、一番ね、もう毎月のコンテンツの中で僕のこの素が見れるというか、そんなコンテンツにしていきたいなっていう風に思ってたので、そういったね、友達とかからも反応もらえるのはすごく嬉しいです。それでは早速スタート。はい、というわけでまず10月に買ってよかったもの一つ目は、三和サプライの配線トレイっていうアイテムですね。実は僕10月にフレキシスポットっていう電動昇降足を作っているメーカーさんからですね、その電動昇降足っていうのを一つ提供いただいて、早速今月から使っているんですけども、それはね、また別の動画でご紹介する機会があるんで、詳しくはそこでレビューとかしたいなと思ってて、それをきっかけにですね、電動昇降デスクって机がね、上がったり下がったりするんで、配線周りをきっちりとマネジメントしないと、こう机を上げた時に線がね、線の長さが足りなくてブチッと断線しちゃったりとか、そういうリスクというか危険性もあるんですね。なので電動昇降デスク導入したと同時に机の周り配線見直そうと思って購入したのが三和サプライの配線トレイになります。ちょっと詳しく見てみましょう。はい、実際使っているのはこんな感じですね。この机の下にこのメッシュ状の配線トレイをつけて、ここにねケーブルとか電源タップとか、いろんなものを収納するっていう風な製品になっております。これね、ここがフックになってるんで、はい、こんな感じですね。もうたっぷり僕の場合は電源タップとかが入ってます。これをですね、メッシュでひとまとめにガサッとしておくことで、この机の下のケーブル周りがすごくスッキリするといった製品になっております。で、仕組みはすごく簡単で、この金属のブラケットっていうね、この金具です。これをちょっと見づらいんですけども、この奥ですね、机の下にネジで穴を開けて打ち込んでいます。で、このブラケットを打ち込んだらですね、前と後ろ2箇所でこのメッシュのフックを引っ掛けると。これ本当ね、意外と収納力高くて、僕もね、この中にこれアンカーの今まで使っていたサンダーボルトドックが入っていたりとか、で、あとこっちの方ね、ここの方にはエレコムのすっごい大きな電源タップが入っていたりとか、あと AC アダプター類もね、かなり大きなものがこの中に入っていて、ケーブルもここに全部収めています。これによってちょっと引いてみると、はい、机の下がね、かなりスッキリしてるのがわかるかなと思います。で、この三和サプライのメッシュのね、配線トレイ、本当は三和から出している机にぴったりとはまるよみたいな、そういうアイテムなんですね。なので、こういった一般の机に使うことはあんまり想定されていないんですけども、ただですね、見てもらったらわかる通り、こうやってブラケットを直接ね、机の穴を開けて、下に固定してあげれば別に普通の机とかでも簡単に使うことができるんで、こういう感じでね、みんないろんなデスクで穴を開ければ、これをね、導入することができるんじゃないかなと思っております。机の下に完全にこれ打ち込んで固定してるんで、上から見た時何かね、フックが見えたりしないのも、すごくデスクの上がすっきり見える、良いポイントかなと思います。価格も3000円ぐらいで買えるんで、これはですね、ちょっと机に穴を開けなきゃいけないっていう風なデメリットはあるんですけども、それさえ許容できれば、かなり机のね、配線周りすっきりさせてくれる神アイテムだなと思ったんで、ぜひ皆さんにもね、お勧めしたいなというふうに思います。そしたら次は2つ目。2つ目もちょっとね、机周りのケーブルスッキリ化に合わせて購入した商品なので、関連するんですけどもね、一緒にご紹介させてください。何かというと、ジョートっていうメーカーのケーブル収納スリーブっていう製品なんですね。これはケーブルを複数あるものを1つに束ねて、スッキリさせておけるっていう風なものです。こちらもね、実際のものを見てご紹介しようと思います。はい、それがです、こちらですね。この太いケーブル状のものです。これが今回紹介するジョートのケーブル収納スリーブですね。これ僕のこのさっき紹介した三和サプライのメッシュの配線トレイ、ここにいろんなね、ケーブル類とか AC アダプターとかあるんですけども、実は机の下にもある程度スピーカーだったりとかね、あとこのメッシュトレイの中に置いているサンダーボルトドック、このドックの電源とかもやっぱりこの下から取っておかなきゃいけないんで、いくつかはこのケーブルを下に這わせなきゃいけないんですね。その時にやっぱりケーブルが何本も何本も下にね、落ちていくよりも、こういう風なケーブル収納スリーブを使って1本にまとめるとめちゃめちゃスッキリするんですよ。
これね、ちょっとこういう風なくるくるって風になってるメッシュ素材の、スリーブになっていて、この中にケーブルを2本3本ぐらいまとめてこの中に入れてます。であとはね、接着とか必要ないんで、手を離すとこうね、くるっとなって1本の線のようになって、机から降りてくのはあくまでこれいろいろねケーブルがあるんですけども、まとまって1本だけが机から降りてくるみたいな、こういう形の製品になっております。まあ、製品としてはこんな感じでね、めちゃめちゃたくさん入ってくるんですけども、これをケーブルに入れて、あとハサミで簡単にチョキンと切れるんで、必要な分だけ切って使うみたいな感じの製品です。これね、本当に Amazon で数千円とかすごい安く買えるんですけども、26フィートっていうね、めちゃめちゃ長い長さが入ってるんで、1回で全然使い切れないです。なので、デスク周りはもちろんのこと、例えばベッド周りとか、テレビ台周りとかね、まあ、そういったいろんなところで使ってもらうと、ちょっとでもね、ケーブルをすっきり見せられるんじゃないかなと思います。で次は3つ目。3つ目もね、まあ、この机まで見直そうと時に購入してよかったなと思うガジェット類なんですけども、まあ、何かというとね、こちらもまあ使った人は多いんじゃないかと思います。充電アダプターですね。僕が購入したのはこちら、 CIO のノバポートデュオの 65W っていう製品です。これね、すごいのがこの大きさ、すごくコンパクトなんですよね。僕の手と比べてもこうやってすっぽり覆えちゃうぐらいコンパクトで、 USB Type-C が2口ついています。で、このねケーブルのプラグも折りたたみ式になっていて、持ち運びもしやすいっていう、これで合わせて 65W の出力を持ってるんですね。なのでめちゃめちゃ強力なんですよ。でさらに嬉しいのが、これ USB Type-C が2つ口なんですけども、両方とも使っても 30W30W の出力を確保することができるんですね。で僕今までこのねノバポートデュオ 65W の前にも、同じ弟分としてね、少しだけ小さいノバポートデュオ 45W っていうものを使ってたんですよ。でこっちも USB Type-C 2口あるんですけども、まあ、こっちはね 45W 出力なので、この USB Type-C ポート1つにつき 20W20W の出力しか出ないんですね。で僕家で iPad Pro とかを使って充電するときに、 iPad Pro ってそもそも 45W までの急速充電に対応していて、で僕はね以前ご紹介したんですけども、 iPad には自宅でずっとハブをつけっぱなしにして運用してるんですね。でこのハブとかも結構高性能なものなので、ハブを動かすにも 10W ぐらいの電力が必要なんですよ。なので 20W の出力でね充電しようとして、ハブ経由で充電するとハブに 15W 持ってかれちゃって、 iPad 本体の充電に使えるのが 5W 分っていう風になるんで、この USB-C 2つ口を使ってしまうと、どうしても iPad Pro 本体が充電できないっていう問題があったんですね。そこで今回購入したのがこちらの一回り大きいね 65W タイプです。さっきも言った通り、この1個1個に対して 30W の出力があるんで、 15W のハブを介してもまだ 15W 分の充電を iPad Pro の本体に送れるということで、出力が大きい分ね、ちゃんと充電もできて、充電速度もある程度速いっていうのがすごく良かったなってふうに思います。これ 65W でこの小ささで、しかも2つ使えるってなかなかね世の中にないと思うんですよね。この CIO だからこそね、すごく今人気なんですけども、やっぱり僕もいろいろ実際使ってみて、どうしてもこのサイズでポートが2つ口あって30ワットずつ配分できるっていうのがすごくね必要だなと思って、結局 CIO に行き着いたっていうような形になっております。僕今まで結構ね iPad の充電とかに使う充電アダプターとしてアンカー製品割とお勧めしてきたんですよね。でも最近は正直今アンカーも悪くはないんですけども、コストパフォーマンスとかで考えると CIO やっぱり強いなと思ってきてね、まあ、僕もすっかり CIO ユーザーというか、このねノバポートデュオをちっちゃい方大きい方2つとも使っております。このちっちゃい方は本当にちっちゃいんで、あの昔 iPhone についていた充電アダプターぐらいをちっちゃいんで、持ち運び用としてはこれを使いながら、家でね据え置きで充電するときはこの 65W を使うみたいな、そういう運用にしております。というわけでですね、皆さんも iPad を使っている方は、特に iPad Pro とか 12.9 インチ iPad Pro はもっとね充電の出力っていうのが必要になってくるんで、少しでも強い充電器を持っておくと快適に使えるんじゃないかと思います。そしたら次は4つ目は、地味にファンが多い僕の食品紹介のコーナーでございます。今月もねめちゃめちゃいい食品をね見つけてしまったので、それをご紹介します。まあ、食品というかね、今月は調味料です。何かと言いますと、じゃじゃんと、はい、こちらです。小笠原フルーツガーデン薬膳島ラー油っていうね、これラー油です。これをね買ったんですけども、このラー油とんでもなくうまいです。僕はもともと YouTuber のまこなり社長ってね、まあ、YouTuber の方がいらっしゃって、結構ね最近よく動画見るんですけども、そこで買ってよかったものとしてこれが紹介されてて、で僕ラー油めっ
ちゃ好きなんですよね。もう結構何にでもラー油入れちゃうタイプで辛いのが好きなんですけども、そのね、マコナリ社長がこれは絶対食べた方がいいって言って紹介してたんで買ってみたんですけども、まあね、こんなラー油ね、今までちょっと味わったことないですね。まず見てほしいのがここ、はい、めちゃめちゃ具がたくさん入ってるんですよ。なんかね、薬膳みたいなものが入ってて、山椒とかがミックスされてるんですけども、これね、私を振ってって書いてるんで、これを振ってこんな感じでね、ミックスさせて、つけるみたいな感じのラー油になってるんですね。で、この中に本当にいろんなものが入っていて、花山椒とかウコン、アロエ、松の実、クコの実っていうものが配合されてます。なのでね、本当なんかめちゃめちゃスパイシーなんですよね。辛くてコクがあってスパイシーで、なんかこのラー油1個でもうね、麻婆豆腐みたいな味がするんですよ。なので熱々の白ご飯用意して、最悪ね、これぶっかけるだけでも麻婆丼にできるぐらいの、まあ、それぐらいね、この旨味というか味が芳醇なラー油なんですね。これを本当初めて食べた時すごい衝撃を受けました。ちょっと中出してどんな感じか見てみましょう。はい、ちょっと垂らしてきます。おー、このね、ねっとりとしたね、粘度高めのラー油なんですよね。で、もう見てもらうとね、中にも、うわ、もうちょっと近づけるだけでね、すごい芳醇な香りがします。こんで山椒の香りがすごい効いてるんですよね。なのでラー油なんですけども、ちゃんとこう味わいがあるというか、そんな感じのラー油になってます。少しペロッといっちゃっていいですか。ちょっとペロッといっちゃいますね。あー、おお、辛い。あー、辛い。これね、結構辛みもしっかりあるんですよ。で、ほんとね、あの四川風麻婆豆腐の旨味全部入ったみたいな感じの味がして、あ、結構刺激的なんですけどね、まあ、ここまでこいつだけで味わい深いと、ほんと卵かけご飯にちょっとかけるとか、餃子ももちろんだし、以前僕がご紹介した無限やみつき海苔ね、あれにかけて卵かけご飯で、これ、もうこれね、至高のフルコンボなんですよね。あの、めっちゃ辛い、めちゃめちゃうまくて、あの、本当ね、これは辛いもの好き、ラー油好きの方にはぜひおすすめしたいラー油になっています。はい、というわけで最後5つ目、5つ目はね、ファッションアイテム。今月ね、ちょっといい靴を買ってしまったのでご紹介させてください。これね、実はまだ履いてないんですよ。買ったものの、ちょっとね、いいお天気の日がなくてもったいなくて、ね、履けてないんですけども、購入したのがこちらです。じゃじゃーんと、はい、これレユッカスっていう、あの、日本人デザイナーの女性の方がやられてて、イタリアで、ね、やってるブランドなんですけども、そこのこれ革靴です。でね、ちょっと見てもらうと、ここね、変わってるでしょ。これなんかもう見えちゃってるんですよね、中が。この普通は絨毯っていうのがここにあって、絨毯で中が見えなくなってるんですけども、その絨毯がないデザインになってるんで、この中のソックスみたいな部分が全部見えちゃうんですよね。これギリーシューズって言われる、まあ、結構昔からあるような伝統的な靴の形の一つなんですけども、こちらをね、購入してしまいました。このね、レユッカスって革靴、日本人の女性の方がデザイナーをしていて、で、生産はイタリアでやってるんですね。で、そのイタリアのエンツォ・ボナッフェっていう、こう、超名門というか、超老舗有名な靴工房があるんですね。そこで作られてるっていう風な靴になっています。なので、日本人の方が作るんで、日本人の足に合ったような木型とか形をしてて、作りの方はもうイタリア本場のね、名門工房で作ってるっていう風な、このいいとこ取りをした商品なんですよ。で、このね、レユッカスの、僕前から靴が欲しくて、中でもこのギリーシューズっていうのがね、すっごく欲しかったんですよ。でね、なかなかこれ、まあ、売ってるところもそんな多くなくて、あと、まあ結構高いんですよね。まあ、この一足だけでもまあ10万超えるぐらいの価格なんで、まあ、なかなか買えずにいたんですけども、あの、まあいよいよちょっとね、あの、革靴欲しいなと思って、最近革靴とかもあんま買ってなかったんで、もうよし、買おうと思ってね、いろいろ探し回って購入することができました。履いてみるとこんな感じで、ソックスがチラッと見えるんで、春夏にね、ちょっと軽快に履く革靴っていうのはもちろんのこと、秋冬みたいにどうしてもね、服装全体が重くなるときに、少しこう遊びを加えるって意味でも、まあ、オールシーズン履けるんじゃないかなと思います。というわけで、5つ目はですね、レユッカスっていうブランドの、革靴ですね、ギリーシューズ購入しました。はい、というわけでここまでは、僕が10月に買ってよかったもの全部で5つご紹介したんですけども、まあ、ここからは先月起こったことのね、雑談コーナーでございます。まずはですね、これも結構ね、楽しみにしてる方が多いですけども、僕結構ゲームが好きで、今何のゲームやってるかっていうところの紹介コーナーです。僕ね、10月は
あのゼノブレイド3っていうね RPG があるんですけども、それを始めてしまいました。結構ね最近ゲームあんまりしてきてなくて、なんか空いてる時間にねちょっとスマブラやったりとかぐらいだったんですけども、ちょっと久しぶりにですね忙しい時期もちょっと落ち着いたんで腰を据えてゲームしたいなと思って、前から気になっていたゼノブレイド3をね、始めて、まだ10時間ぐらいなんですけども毎日楽しんでおります。実はゼノブレイド2もですね前作購入したんですけども、ちょっとね途中で離脱してしまって、なんか前作はすごいこう UI 周りとか、あとすごい地形のマップが見づらかったりとかして若干テンション下がっちゃったんで途中でやめちゃったんですけども、この今回ゼノブレイド3はですね割とその辺のシステム面っていうのもかなり改修というか改善されていて、あの評価も高かったので、ちょっと今回またやってみようかなと思って絶賛今攻略中でございます。もう最近の RPG は本当ね覚えることがめちゃめちゃ多くて、まあ、その戦闘システムの奥深さっていうのもシリーズの魅力だったりするんですけど、あの本当ねあのよくわからないワードとよくわからないシステムが組み合わさってめちゃめちゃ難しいんですけども、ちょっとずつ分かってきてその連続コンボとか叩き込めた時にはすごい気持ちくて、あのストーリーもね個人的には結構熱いなと思ってる感じなんですよね。なんかもともとは敵同士だったっていう風な、まあ、軍勢があるんですけども、そこに今真の敵みたいなものが現れてですね、まあ、共闘しながら戦っていくみたいな、まあ、王道ではあるんですが、まあ、そういった熱いストーリーも楽しめて個人的にはね今のところ楽しくプレイできています。で、あとはですね、まあ、10月はね結構そのゲームなかなかできてなかったってところでも話したんですけど、めっちゃ忙しかったんですよね。終わった後なんでいろいろ振り返って言えるんですけども、そのアップルのねあの iPad の先行レビューが2件もあって、あの無印の iPad と、まあ、あと iPad Pro ですね、あの2つもやっぱりあの最速でねバーンと上げようと思って準備をしてたりとか、でその裏でですね、あのこれももうアップした動画なんですけども、近畿大学附属高等学校っていう学校の取材もあって、あれもね本当に結構取材当日も大変だったんですけども、あの僕がメール送って裏のやり取りとか、でさらにこう質問とかもね、まあ、どんな動画になるか分かんなかったらなかなか対応しづらいと思うんで、質問項目考えて絵コンテ考えてとか、その裏でのメール調整をめちゃめちゃして、やっとね取材に行って、で取材の尺もすっごい長かったんで、あの編集もちろん僕がやったんですけども、編集だけで2週間ぐらいかかっちゃったんですよね。でその編集やりながら同時期に iPad の先行レビューの時期があったんで、動画撮って編集して、でプラスいつものね、まあ、3日に1遍ぐらいだいたい動画上げてるんで、普段の動画の準備って形やりながら仕事もやってっていう風な感じでね、本当に10月は忙しくて、週末とかもね全然遊びに行けなかったんですよ。まあ、それがやっとちょっと落ち着いて、まあ、11月12月、まあ、テック系とガジェット系はね新製品がまだまだ出てくる時期ではあるんですけども、まあ、少しギアを落としていけるかなっていう風な感じになってますね。11月12月駆け抜けて年末にまたねちょっとゆっくり、いい年越しを迎えられればいいかなと思っております。はい、というわけでですね、個人的にはめちゃめちゃ忙しかった10月だったんですけども、皆様はどうでしたでしょうか。でも言ってる間に本当にあっという間に冬になっちゃうと思うので、皆さんもねお体には気をつけて、あの急に寒くなってくるんで布団は1枚厚くしてあったかくしてね、毎日頑張っていきましょう。というわけで今月のものとことでございました。今日の動画少しでも面白かったよとかね、平岡10月お疲れ様っていう風にねぎらってくれる方は、ぜひ動画の高評価、チャンネル登録、ベルマークの登録もよろしくお願いします。それではまた来月の今月のものとことでお会いしましょう。バイバイ。